はい、ゆみちゃん、冬休みの宿題は何ですか？地学とね、うん、あれ、なんだっけ、あれ何？あ、書き初め。あ、書き初めね。それだけ？それだけ。うん、あと、まあ、しおりのなんか日記と一行日記とかと、あとなんかカレンダー。え、寝る時間10時起きる時間9時甘いね。なんか前もそんなん書いてさ、先生にさ、一言書かれてた。うん、ゆみはね、目標の設定が緩いんですよ、皆さん。お手伝いもね、2日に1回から2回するですよ、目標が。甘いですね、ほんと。自分に甘くする。自分に甘いんですよ、みみちゃんは。自学だから、自分で勉強するってことよね、冬休みはね。はい。これしてほしいのに、次に終わりなの。あ、してほしいのが、計算、括弧、掛け算、筆算、100マス。100マスはね、うん、あのね、リミね、うん、100マスね、リミね、うん、やりたくないからプリント持ってこなかった。あ、やりたい人はやってくださいってことで、プリント配ら、あ、好きな人、あ、持って帰りたい人は持って帰ってってことだったのね。で、リミじゃ嫌だから持って帰れなかったと。なるほど。しょうがないですね。あとは何？コンパス練習。リミ、今日コンパス練習しようかな。そうだね。まあね、一日ね、ちょっとずつでもね、やっぱやらないとね、リミちゃんは、やろうってなんないとなかなかできないのでね。やろう。はい。12月何日？13月って書いちゃった。12月の今日は28です。28？ あ、今日からなんか冬休みみたいなもんだよね。土日だったから。ミミちゃん健康観察してない。確かに。冬休みもね、健康観察をしなくちゃいけないんですよ。熱測ります。ここにね、練習したらね、うん、こっちにね、うん、あの二度変色化機器とか使った絵描くの。なるほど。いいでしょ。うん、まあ、とりあえずコンパスを使いこなせるように練習するっていうことでしょ。うん、ね。でも久しぶりに帽子かぶったね。ね、366。はい、強いだるさはありますか？あります。息苦しさはありますか？あります。はい、当てはまる症状があるときは丸をするって、なんかややこしいね。今までずっと丸丸って書いてたじゃん。丸しちゃったら息苦しさがあるになっちゃうね。気をつけなくちゃ。はい、オッケーです。家族の発熱、家族の発熱もなしですね。まる、みんなも元気もりもりです。6時50分。あ、起きた、測った時間も書くんだ。見て、朝のタイム368でね、こんな感じですね。見て、ほら、見て、見て、見て、なになに、どうしたの？うん、368。見て、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 うん、あ、昨日本当だ。症状がある人はこうやって、朝は6度8分だったけど夜は7度2分とか書くんだね。家族もなっちゃった、家族もなっちゃったら家族もダメって書く。なるほど。じゃあコンパスを使ってみてください。使ってみると、はい、お箸、お箸じゃないよ、お箸じゃ。まる。まる？最初はまるですね。あ、どう書けそう？はい。
ゃあちょっとここでさ、りみちゃん使ってる文房具を紹介してください。はい、はい、そこの、あの、3つ目つまして、かわいいよね。これが、あの、これくっついてる。あ、そうそう、ちょっとじゃあ、なんでくっついてんのか。なんかね、うん、ビニールみたいな、これ囲ってるやつ。あー、袋。そう、うん、あれついてたの。その後ろにね、うん、なんかね、白ハンテープみたいな両面テープついてた。へえ、それで留めてんのか。うん、もう一回ちょっと見せてください。はい、こちらですね、うん、これあのリップ、リップ入ってる。あのリミちゃんがね、お友達にクリスマスプレゼントとして3人のお友達にね、あげたんだよね、うん、で、あの1人とはお揃いで色も全部ね、で他の2人とは色違いです。3種類しかなかった。そう、3種類しかなかったからね。で、お友達が好きな色とリミの好きな色がちょっと一緒だったから、1人のお友達とは色も一緒です。かわいいよね。これなんかシャーペンなんだよね、ちゃんとね、ここが、うん、シャーペンなんです、これ。で、結構使いやすいんでしょ。これでやってた、ね、うん、これをね、あのいつもね、あの目の前に置いて最近は使ってます。この引き出しちっちゃいから、うん、あんま入んない。あんま入んないけどね。お、それは何、蛍光の黄色。うん、蛍光ペンなんだ。なんかつけようかな。うん、できた。うん、雪だるまっぽい。雪だるまちくよ、ドアを開けて一緒に遊ぼう。どうして出てこないの。あんなにいい風にお出かけしていたのに。できた。できた。ねえ、雪だるまできました。できた。終わった。はい、はい、ということで私の宿題をね、ちょっとね、軽く説明していきたいと思います。でね、りみちゃんもあの冬休みのしおりのね、目当てを立てたと思うんですけど、うん、りみちゃんも言ったんだよね。言っただよね、うん、だから私、りみ生活言ったんだよね、うん、私の生活はコロナ禍だけど、マジ健康に気をつけて元気に過ごすです。で、全部言ったの。うん、分かった。じゃあ学習は自学を1時間する。で、運動は1日に1回マラソンを走る。で、一つ項目を決められるところがあって自分で、で、その項目が私サプライズで1日に1回ドッキリを仕掛けるです。うっそー。リミ、ここお手伝い。お手伝い、うん、で、何回、1日に何回ですの。お手伝い2日に1回から2回。2日に1回から2回毎日しろよって感じだけど。もういいよね。毎日1回以上でしょ普通。まあまあ、そこは置いといて、こんな私のね、目当てはこんな感じで。でね、宿題なんですけど、宿題をね、見てこれ。イルさんがいる。出してんの。え、イルさん。そうなの。学習、あの宿題の方なんですけど、うん、あら、あの書き初めの練習をして必ず1枚は提出しないといけないんですね。でもなんか書き初め点、なんか検点みたいなのがあるんですけど、それにね、提出する人はプラスもう1枚と150円をね、添えてた、もう1枚ね、提出しないといけないんですよ。ほんとめんどいよね。やんなければいいじゃん。それで2個目が自学、自学ノートにね、あの1日50分以上、まあ私は目当てで1時間って書いたんで1時間やるんですけど、50分以上自学をね、やりましょうと。
というところで、で3つ目が毎日の2行日記ですよ。もう2行日記ほんとだるいよね。なんで日記書かないといけないの。日行いいね。私2行日記なんで。もう1行ってさ少なくない？2行も2行でなんか中途半端ですよね。冬休みのしおりにねついてるので書けということで、で4つ目が俳句のプリントで、これもしおりについてて、あのやれと俳句をやれということですね。であとはもう運動、お手伝い、読書ということで、まあ、ね、主なのはもう書き初めと自学ですよね。なのでね、今日はねずっと自学をしております。私任務も終わった。え、1日1時間以上だよ。え、どういうこと。任務も自学終わった。マジマジで言ってんの。今何時ぐらい。11時10分。私何時からやってた。知らない。ご飯食べ終わったの何時。知らない。え、待って、でも結構頑張ったと思うんだけど。もう50分ぐらい経ってんじゃない。経ってんじゃないで。私ね、このね、あの図書室じゃなくて図書館、本屋さんで買ったこれがあるんですよ。この受験研究者っていうところからね出してるこの要点100っていう、あのリミみたいなさ、こう、あの私夏休み買ったんだけどさ、あのこういうやつあるじゃないですか、こういうなんかでさ、こういうのはなんか書き込むんですよね。書き込むのが嫌で自学ノートに書きたいんですよ。でこのね要点100はね、その中見せられないんですけど、こんな感じでね、あの問題が書いてあるの。へえ、すげえ。これがついてて、これでこう隠しながら問題を解けるっていうのが良くて買いました。え、答え書いてあるの。そこに答え書いてあって、これでね見えなくなるんですよ。こう隠しながらやるの。すげえ。これ本当ね勉強になる。あの全部やったら書類外すの。それで答え見決まるとか。そう、そういうことということです。へえ、すげえ。なので教科書みたいなのが欲しかったんです。なので今ねこれで勉強してます。はい、ちょうど今勉強してました。勉強してた時にママが来ました。はい。ざっくり終わったかな説明。じゃあバイバイ。じゃあ電池がなくなるまでずっと勉強するってこと。終わるまで。私多分終わんないよ。バイバイ。自学だもん。いっちぇーなバイバイ。ミシちゃん、7ページ。7ページもやったの？うん。まだやるの今日。まだずっとやろうと思ってた。わお。はい、ということでね、今7ページ終わったんですけど、もうちょっとね、まだやりたいと思うので、一回ここで締めたいと思います。7ページすごいな。でも1回でそんなやったことないよ。マジ？私今日午後までずっとやろうと思ってた。1回で3ページぐらいなら。はい、ということで、そうなんだね。それでは、バイバーイ。バイバーイ。リム映んないの？映んない。映って。バイバーイ。バイバイ。全然映んない。